番号から買うことができて先着順なのでぜひ急いで買ってください。お願いします。5月14日の午後4時半から開演となります。場所は渋谷にあります。気になる内容は全体トーク、質問コーナー、私物プレゼント、写真撮影になっております。グッズも販売する可能性があるので、ね、ぜひとも楽しみにしていてください。詳しいことは概要欄とインスタのストーリーハイライトで載せておくのでぜひチェックしてみてください。エンゼルスもね、ファンの皆様と会いたいと思ってるのでぜひ来てねー。よし、行くよ。おー、近谷さんって軽く振ってるように見えるけどめちゃくちゃ飛ばすのうまいよな。なんであんなにボール飛ぶんだろうな。何てやってんだろう、マジで。ナオチです。ありがとう。あの近谷さん、僕ちょっとバッティング苦手で、ちょっと近谷さんにバッティング教えてほしいんですけど、お願いしていいですか。いいけど、何聞きたいの。いや、まず近谷さんがあの軽く振ってあんな飛んでんのがなんでだろうなと思って、ちょっとどうやって飛ばしてんすか。なるほどね。まず多分コバのバッティング見てる限り、まあ、飛ばしたい欲があって力んじゃうのよ。はい、まあ、力んだら逆に飛ばないから、はい、まあ、0から100出すイメージで。わかりました、ありがとうございます。じゃ僕も試してみます。次のバッティング試してみ。はい、じゃあ投げてるから打ってみろ。お願いします。いくぞ。あー、悪くないけどもうちょい抜いていいよ、力。はい、まだ力んでるからバットと上体が一緒にいっちゃうから。はい、やつの重い感じで。はい、あーいいね。あーいいね。集合。ね、今日はね、今日もいつも通り、元気に元気いっぱい力いっぱい練習していきたいと思うんですけど、転校生います。この部になんと待望の転校生8人目の選手が加わるということで、じゃあ呼ぼう、呼んでみようかな。はい、じゃあ来て。はい、はい、じゃあ自己紹介して。はい、筋肉もりもり学園から来ました、筋肉もりおです。筋肉だけには誰にも負けない自信があります。はい、このチームの筋肉の主軸として頑張っていきたいと思います。それでは皆さんご一緒にマッスル。はい、そうです。森学から来てるってことで、やっぱり気合も入ってると思うんで、みんなこいつの筋肉に負けないようにしっかり頑張っていこうな。まずロンティーから練習するから、森を、はい、森をからじゃあさ打って、あと背番号順でいこうか。はい、はい、行こう。はい、シャーマッソいきます。はい、いくぜ。はい、いきます。いきましょう。はい、はい。森尾、お前さ、空振りしたら意味ねえだろ。マッスル、筋肉あっても。マッスル、はいな。真上にフライを打つイメージで飛ばしてるよ。マッスル、したらお前いけっから。マッスル、ちょっと待て。え、これマッスルグローブ勝て。キャッチャーグローブ。はい、じゃあ真上にフライだよ。マッスル、はい。尻、あんちゃん、尻、尻の間に穴あった。はい、リード、リード。はい、はい、はい、ゴー、ゴー、ゴー、あー、ゴー、ゴー、バッカー。あー、危ねー。危ねー、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 ちゃんと見てけよ。ちゃんとやれよ、お前がよ。
あ、じゃあね、今日大会初戦だからお前ら気合入れていくように。はい、行くぞ。はい、おっ、おっ、オッケー、忘れていこう、忘れていこう。じゃあ、オッケー。うわ、大会だとサイン出すの早い。でも今バントのサインだよな、多分。バントあり、バントあり、サードファースト。やっぱバントで合ってたわ。にしても早いな。はい、じゃあ大会問題でサインを確認させていただきます。うん、ベルト、バントの B、 ベルト、ここ盗塁、エンドラン、バントの B、 ここは何の音そこはもう、あの詳しい話は概要欄載ってるんでそちら確認ください。なるほど、概要欄って。あ、このチャンネル概要欄にこの詳しいのは載ってるんで、多分これでいきます。はい、大会緊張すると思うんですが頑張ってください皆さん。はい、最高。はい、さあサインの確認するぞ。監督、サインお願いします。レフトもセンターも左側に来てたから俺も左側に来るだろうね。よし、バッティング悪いんで、おいおい、教えてあげたいと思う。どういうことでバッティング悪いんだって。工藤さんに褒めちぎられてたらしくて、はい、まあ、あれがね、大根だと知らずにね。おいおいおい、あれ本心、本心、本心だって。そばが一番うまいやつないから。あるから。ありえない。ありえます。やっぱあのショートの子がやっぱ一番そばだね。コメント書いてあったよ。コバはポンコツだけど守備だけはうまい。ああ、いいやいいや。やっぱそういう本質を見抜いてくれる人がね出てきてくれて俺は非常に嬉しい。でもポンコツだけどってついちゃってるってことはやるってことなのよ。まあでも本当に正直ね、これお世辞抜きで初められすると一番うまかった。マジ外野から見ててお前めっちゃ話題になるんだよ。え、あのショートうまない。コナミの時めっちゃ調子よかった。エラー少なかった。エラーしてないんだ。ほぼしてないと思う。本質を見抜いてくれてありがとうございます皆さん。だから多分ボロが出るかもしれないけど寝ますよ。試合中です。マッスル体操始めます。1、2、3、4、5、マッスル。1、2、3、4、5、マッスル。マッスル、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 マッスル。はい、逃げね。ボケっとしてるか終わったじゃねえかよ。かわいい。
みたいな。何今の？やってんだ、そうやって。え？キモいね。俺結構俺犬タイプだから。キモいわ。犬系彼氏。結構犬系彼氏でも。聞いたことあるけどね、アキトが結構甘えん坊さんになっている。あー、なんか情報によると、ね、情報によるとあるよね。ちょっと過去の話になっちゃうんですけど、はいはいはい、歯とか磨いてる時に、あ、後ろからこうやってそうだしてくるみたいな。あったわー、そうだ、キモだ。逆にしないんだな。みんな中後ろから抱きしめろないよ。それは逆にそこピンポイントだから。ドラマのワンシーンかって言いたくない。それは惜しかったんだよな。そんなことがあるんだよ。ミヤキはあのやっぱ一緒にしてるイメージあります。あ、そうだね。これ一緒にしてたらなんかこの状況よくない。そうそう、そういうことだ、そういうことだ。これでこういくって、これでこういってこう磨きがちゃった。ハグしてこう友情一気みたいな。お前もしてんの？いや、わからない。してるとしても友情歯磨き、友情歯磨きで、キャッチャー誰か、で、フォアボール出るランナー誰か。最初はグーじゃん、まっぽい、はい、じゃあお前とりあえずやめて。すげえ、神様やっぱいるわ。いるね。ランナー、あとランナー。歯磨き。俺じゃねえ。振り返すなよ。自分負けたから。自分負けた。決勝。確かに。歯磨きすんの、お前。気持ち悪い。いいの？悪口。いいの？なんかあるんすか、言ったら悪口。後ろから磨く。や。全然磨くぜ。後ろ歯磨きするぞ。後ろ歯磨き。ネタに走らない。後ろ歯磨きする。後ろ歯磨きとか書くやん。後ろ歯磨きとか書くやん。そんなつもり取ってねえ。おいおいおい、はい、オフ会の告知でもしとこうぜ。確かにオフ会やります。はい、どこでやるかと言いますと、渋谷、はい、5月14日、はい、やります。やります。僕らが楽しい催し物を出します。すごいよね、うん、とんでもないもの用意してるよね、うん、で俺らと写真も撮れます。撮れる。俺らの初オフ会グッズも出せます。出せる。来ない理由がない。ない。はい、概要欄から買えますので、ぜひ買って皆さん私たちを握手しましょう。はいはい、というわけでこんな感じで強豪弱小やってきたんですけれども、はい、8月末までに私たち40万人のチャンネル登録者を目指してますので、はい、ぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ジョイ。今日も見てくれてありがとう。そして今日も一日皆様お疲れ様でした。明日の動画は英語言ったら罰金とUber Eatsをかけた企画です。せーの、さやりさい。